みなさんこんばんこばは、えー、近藤大輔です、えー、暑い日が続いてますね、もう本当に蒸し暑くて、でも、こんなね蒸し暑い中、あのー、聞いていただいてありがとうございます。ということでですね、暑いので、もうこの上着も脱がしていただきます。えー、っと、今日はね、もう半袖で、涼しくやりたいと思います。えー、っとですね、えー、今日のテーマは、あまた暑いテーマでございます。国際情勢もですね 暑くなってきているという話をさせていただきますあ。暑い暑い。まずですね、こちら見ていただきたいんですけれども、えー、西側諸国結束しております。えっ、ー、と、先週末ね、26日に G7 サミットドイツで行われました。日本からですね、あの参院選にもかかわらず岸田首相も駆けつけて、 大変厳しいことをね、中国に対して厳しいことを言ってました。それから今日と明日はですね、NATO のサミット、首脳会議が開かれます。これスペイン、マドリッドですけれども、なんとここにもですね、えっと、岸田首相も韓国のユンソクヨル大統領も参加すると。 まあ、ついでに、オーストラリアとニュージーランドのですね、首相も参加するということで、ただまあね、日韓の2カ国の首脳会談はやらないみたいですけどね、まあちょっと今日はその話じゃなくてですね、もうこうやってヨーロッパが今熱くなっております。ヨーロッパ、熱くなっております。で、この G7 サミットと NATO のサミット、この目的、要約するとこれでございます。ロシアと中国を叩けっていうことですね。で、まあ今ね、ウクライナ戦争も四4ヶ月が過ぎまして、 大変悲惨なことが続いておりますけれども、なんだかですね、我々が住む東アジアもきな臭くですね、なってまいりました。ロシアをぶっ壊せ、中国をぶっ壊せっていうのが、このサミットの目的でございます。で、まあ、ロシアの動きというのはね、まあ、テレビでよく今やってますけれども、 あの中国の動きがね、あんまり見えてこないので、えー、ちょっと中国の動きをですね、あのー、あ、その前にこれだ。えっと、バイデン大統領がですね、 新しいものを作ると PGII ですね。これ作ると言いました。これこそね、一帯一路をぶっ壊せということでですね。一帯一路っていうのは、えー、ワンベルト、ワンロードですね。これ2013年に習近平主席が提唱したんですけれども、中国からヨーロッパまで陸の、陸でつなげて海でつなげるって言うんですね。陸と海でつなげていくということで、簡単に言ってしまえば2035年までにですね、ユーラシア大陸の覇権を取ろうと。 いうことなんではないかと思うわけでございます、えー、ユーラシア大陸というのはつまりはアメリカ以外でございますアメリカ以外を中国の支配権に置いてしまおうという、えー、2035年までにねというのが一帯一路の本質ではないかと思うわけですけれどもまあ、これに対抗してですねこの PGII というのを作るんだということをバイデン政権大統領が言っておりますこれ何かというとですねグローバルインフラ投資 パートナーシップというですね新しい機構でありましてなんと二十七兆円規模にするんだということですねつまりアメリカを中心にして発展途上国のインフラを作っていこうということなんでありますそういえばですねあの先月バイデン大統領日本に来た時にアイペフというですね新しいですね あの枠組みを作ると、えー、言いましたけれども、えー、一体、えー、どうなったんですかね <laughs> 1か月経ってもうなんかニュースにもならなくなりましたけれども、えーまあ、中国はねこれをねまた皮肉って、えー、またバイデン大統領がなんか新しいもの作ってるぞと。 何を作っても11月までだと、中間選挙でね、バイデン大統領が大負けして、もうレイムダックになるから、そしたら、この IPEF もね、PGII もね、消えてなくなりますよ、なんてことをですね、あの、中国は言っておりますが、まあ、どうなるかわかんないんですけれども、まあ、これに対抗すべくですね、中国も動いているというお話をしたいと思うんですが、まず、6月15日ですね、これ前にちょっと説明したように思うんですが、 えー、習近平主席の69歳の歳誕生日でしたでこの時に盟友プーチン大統領がすかさず電話かけてきてですね「えー、69歳誕生日おめでとう」と言いながら、えー、40回目の、えー、電話会談をやったんですね電話で会談しましてでどうもねなんかその漏れ伝わってくるところによると、えー、ちょっと中国にですね仲介してほしいともう戦争ね終わらせたいんだとロシアがですね で、ちょっとこう、仲介してくれないかという話がね、こう、出てるんじゃないかなということが漏れつき伝わってきておりますけれども、まあ、中国側はどう発表しているかというと、この会談によってですね、核心利益の相互支持を決めたんだと。 いうことを新華社通信は大きく発表しておりますこれどういう意味かというとお互いにですね本当に重要なものはお互いに認め合うんだということなんですね。で中国にとっての核心利益って何かというと3つ例が出てましたけれども1つは台湾ですね台湾は中国のものだということですねそれから新疆ウイグル自治区これも中国の内政問題であると。 それから香港ですね、香港。これも中国の一部なんだということでですね。で、これに関してはロシアは中国がやりたいようにやることを支持するんだというふうにプーチンが言ったというふうに新華社通信が報じております。なんだかこうロシアとね、中国がこうくっついてくっついてくるような感じなんですね。で、さらに6月19日、今度はサンクトペテルブルク国際経済フォーラムと。 いうのがロシアで開かれましたこれサンクトペテルブルクっていうのはですね、えー、プーチン大統領のふるさとふるさとですねふるさとなんですけどここで毎年6月にですねその国際経済フォーラムというのをやってましてロシアはですね6月にそのサンクトペテルブルクでやって9月はウラジオストックですね極東の方でやるんですねでこれがこの2つのこのロシアがやる経済フォーラムなんですけどそのヨーロッパ の方のやつですね。これはもちろん欧米日本全部こうボイコットでございます。誰も言ってません。なのに、えー、習近平主席がそこにですね。あのオンラインで飛び入り参加しましてですね。演説をぶちました。で、そこでですね。いくつか言ってるんですけれども、まずこのデカップリングを阻止しないといけないと。 つまりこうアメリカとかがね、ヨーロッパとかまあ日本も含めて中国のその半導体はやめろとかね、それからこの間もそのあの先週ですね、あのウイグルのウイグル族のウイグル自治区で作ったものを輸入禁止にするだとかね、アメリカがその法律が施行されましたけれどもまあこういうデ,パデカップリングを阻止していくぞということですね。それからこの食料エネルギー危機器に共同で対処していこうということを 言いました。まあ、食料ね中国は14億1000万人いますので世界最大の人口を抱えているのでもう食料危機って一番怖いわけですね。さらに えエネルギーも中国は足りなくて足りなくて困っているわけですなのでエネルギー危機も困るとでこれを、ね、あの共同で対処していこうということですね、まあ、これは、ね、何を言っているかと言いますとその中国とロシアの関係というのはです、ね、非常にこの凹凸がうまくできているわけなんです中国は食料とエネルギーが欲しいわけですねでロシアは食料とエネルギー余っているわけですで中国はそのいろんなものを、ね、車だとかスマホだとかこういろんな製品を売りたいわけです。 でロシアはそういうものがなくて困ってるわけです。なのでお互いにこう相互依存的なんですね。なので中ロ貿易というのはもう素性に今伸びてまして1月から5月まででえなんと548億ドルでございます。このペースでいくと億ドル超えます。 去年が1400億ドルだったんですけれどもまあすごいペースで増えているということで中国とロシアがますますくっついてきているということが分かると思います。でさらにですねこのアメリカの,の NATO とかに対抗してですねこのブリックスサミットというのをですね6月23日先週行いましたでこれブリックスって何かというとこれレンガという意味なんですけど5カ国の略称ですね B がブラジル R がロシアですね I がインド C が中国それから S が南アフリカということでブリックサミットこれ2009年に始まったんですねロシアのエカテリンブルクで始めたんですけれども毎年ですねサミットを1回その首脳会談持ち回りでやってましてで今年は中国が主催国なんですねでまあ,あのみんな来ることできないのでオンラインでやったんですけれども そ,のそこで習近平主席がですね新たなことを提唱しましたこれです「BRICS+」これやっていこうとこの「+」プラスってところがポイントなんですねこの今まで BRICS って5か国でやってきたわけですよだけどもっと仲間を増やそうぜっていうのがこのブリックスプラス「BRICS++」なんですねプラス NATO は今、えっと、30か国ですね EU が27か国それから G7 サミットは7か国ですね というようよに仲間が増えれば増えるほど有利になるということで、えー、仲間増やそううぜっていうことなんですね。アメリカヨーロッパ日本に対抗していくためにでじゃあどういうところを仲間に入れるのかというと、えー、これはね5月19日にあの大きい外務大臣が主催したですねこうブリックス外相会議というのをやってますでそこに、えー、この9カ国のですねあの外相を招いてるんですねこれがあのプラスに入ってくる候補国でございますちょっと見ていきます。 アアルゼンチンです、ね、アルゼゼンンンンチチでですすね南米の新中国家でございますそれからエジプトこれあのアフリカ北部にある新中国ですねカイロ首都カイロでございますけどもカイロはですねもう人口が多くなりすぎて1,000万都市になってですね今新都市を作ったんですねカイロ新都市これ中国が作りました中国がエジプトの首都もう一個作ってあげたんですねすごいですね なんんかかピラミッドででも担保にしたんですかね <laughs> それ冗談ですけどそれからインドネシアインドネシアは注目ですよ ASEAN10 アアカ国最大の人口2億8,000万人でインドネシアというとですねあのジョコビー大統領ですねあのオバマ大統領そっくりの顔をした人がですねなんか柔和で穏やかなイメージなんですけれどもこの国ですねまもなく大統領変わります今度恐ろしい人が大統領になりますプラビボーという国防大臣ですけども えー、怖い国になりますよ、2年後か2年2年半後ぐらいですかね、ちょっと注目しておいてもらいたいんですけど、それカザフスタンですね、カザフスタン、トカエフさんですね、それからナイジェリア、アフリカの新中国ですね、それから UAE、中国に石油を売っているお得意さんにしている国ですね、それからサウジ、ムハンマド皇太子、習近平主席のことを、が父親と呼んでおります。 それからセネガルですねアフリカでやっぱりなんか急がないタイタイも軍事政権軍事政権軍事クーデターですねあの作った政権ですけれどもやはり親中国でありますこの辺がくっついてきているということなんですね習近平主席ですねこれに飽き足らずですねもう1個やっちゃったんですねこれがそのその翌日 EMDCD 多分 聞いいたことないとな思う。私もねあのこういうの知らなかったんですけど世界発展ハイレベルダイアログなんていうものを作っちゃったんです中国がいきなりそれで18カ国チームなんだと言ってこれ習近平主席が主催したんですオンラインでで18カ国のトップを集めちゃってですね、えー、要するに18カ国進中チームを作っちゃったんですね。 でこれもちょょっと見ていきましょうねあのさっきと重複する国もありますよアルジェリア、アルゼンチンエジプト、インドネシアイラン、イラン入ってきましたねイランねそれからカザフスタン、ロシアロシア当然入ってますねセネガル、南アフリカウズベキスタンも入ってきましたねブラジルも入ってきましたねそれからカンボジアカンボジア今あの軍事基地作ってますからねあのカンボジアにですね中国がです、ね、ジプチに次ぐ東南アジア初の軍事基地じゃないかと言われてますけれどもカンボジアそれからエチオピア フィ,ジーフィジーもですいわくつきの場所ですね王毅外相が先月行ってきましたねそれからインドマレーシアタイということで18カ国チームをですね作ってしまいましたでこれを仲間に入れてアメリカヨーロッパ日本に対抗していこうということなんでございますななんだか熱くなってきましたね。でさらにですね今週末にはあの香港ですね 香港,のえー、香港に習近平主席が行きますで、えーっと。香港はですね、えー、っと25年返還して25年ですねそれから行政長官が交代します今度李家超さんという人がですねあのなります、えー、ニックネーム「香港のプーチン」と言われてる人ですねもう習近平主席は「お前だ!」っつってこう指名してですね、えー、トップに立つと。 いうことであなんか恐ろしい香港になってきましたけれどもまあそういうことでですねあの中国も着々とですねお仲間作りをし始めているというところなんですね。であんまり考えたくはないんですけれどもこの世界の新冷戦の予兆なのかとつまりもう欧米、日本ですねこれはくっついてくっついてでまた中国とロシアがくっついてくっついて。 なんか心霊静になっていくんですかね。ちょっと暑いですね。あの、クーラーは皆さんまめに、あの、少し緩めましょうね。私も計算書100メートルですから。ということで、えー、また来週どうもありがとうございました。